近年、海保巡視船の建造が進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして、南西諸島の監視活動が実施されています。これらの海域では、より多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされています。相手は、言うまでもなく中国海警局ですが、あかつきの攻防について見ていきたいと思います。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役しました。そして、度重なる中国公船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海所保安本部に配属されたのです。この第10管区海所保安本部は、鹿児島港が母港で、レ、イメイとともに暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われます。重要な役割を果たす黎明型巡視船の初舷は、排水量約7300トン。全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇ります。規模だけで言えば、海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようですね。言うまでもなく、海保の艦艇は戦艦ではないので、海自護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できません。あくまでも、偵察力の範疇の艦艇なので、必要最低限の70口径 40mm のボフォース射程単装機銃2機と 20M バルカン砲を2機ずつ実装しているだけです。他には、殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置が装備されていますし、両舷には、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されているくらいです。海保の黎明型は、前級である、秋津島や前々級の敷島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船ですが、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型と見られますが、計画年度が6年も離れているので、全体的に改良が加えられています。例えば後部マストですが、秋津島は全部マストと同じラティス構造だったのに対し、レ、イメイはサーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されています。居住区画は乗組員への防音措置に配慮して、配置や政府材の活用などによってストレス軽減を図った作りになっているそうです。また、海上治安の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているので、南西諸島での海賊対応などにも有効とされています。ちなみに、海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量12050トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と資料には記述されているようです。この初舷を規模感だけで比べたらマヤ型護衛艦より、レ、イメイや暁が、やや小さく感じられますが、建造費を比べると、一隻1700億円もの差で、暁の約6倍近くもかかるのです。つまり、イージス艦が高額すぎて、お金のレベルは桁違いということになりましょうか。海自護衛艦は、万が一の場合は敵国軍隊と戦うので、水上の戦闘艦として、巡視船よりも設計、構造的にも高額なのは仕方のないことと言えますが、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているのです。マヤ型には、SH-60kg 哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は、他の大型巡視船と同様、完備に、大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われます。このスーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社が、2000年、平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約280キロ、です。日本国内では、海保以外でも採用されている優秀な機体と言えましょう。
暁に搭載されるヘリの愛称は、一般公募の中から青鷲と決定しました。南九州の青い海と、海保のイメージカラーのブルー、鳥の王者として君臨する鷲を組み合わせ、力強く、南九州の海を守ってほしいという願いを込めた、命名されたとされているようです。陸上自衛隊でも、実際に、3機のスーパーピューマ225を調達、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団、特別輸送ヘリコプター隊に配備されていましたが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようです。陸自に納入されている機体は数箇所回収されています。具体的には、操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため、排気口の排熱を抑え、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているのです。陸自と同様、東京消防庁も3機配備していますが、救難、救助、救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しています。こういった状況下、海保は、日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に、各陸上拠点でも運用を行っています。暁艦載機の青鷲が、今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているようです。これらは、中国海警局組織に所属する艦艇で、中国政府の意向を示すものなので、小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となります。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織でしたが、2017年以降、武装警察に連なる組織へと改編されたため、軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではありません。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれませんが、2021年2月から海峡法が改正されたため、警戒すべき事態になっているのは確かなのです。これによって、中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが、改正以前と比べて緩和されてしまったので、同局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけです。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか非常に興味のあるところです。中国側とすれば、尖閣諸島は日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いので、日本が固有の領土だと考えていることとは全く相入れない主張を繰り返しているのです。しかも、尖閣諸島の周辺海域で日本の漁船の操業を妨害されないように海保の艦艇は侵入してくる中国公船から防護している状態なのに海保側からの武力行使は一切できないのです。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば容易に武力衝突が発生するとして海自艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ていますが、それをなだめる論説として中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が、主流であるというのも確かな事実なのです。誰だって戦争は避けたいはずですよね。仮に海自艦艇を投入しても、中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れません。となると、政治主導での判断が求められることは回避できそうにはありませんから、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれません。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば、自衛隊隊員のように、海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願います。加えて、漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものですね。
マゲジ・マノキチカが、早くも、着工から1年半と経ち、驚異の変貌を遂げているのをご存知でしょうか。今回は、このマゲ島着工1年半を詳しく見ていきますね。やっぱりと言うべきでしょうか。人手不足で、スケジュールに遅延が生じているのも事実です。本当に人がいないんですよね。2024年秋完成に間に合わない状況です。AI 重機など投入してみてはどうでしょうか。この2024年7月で、鹿児島県の離島である馬毛島に対する建設工事、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその着工から、1年と6ヶ月が経過したことになるのだが、この工事の遅延が起きているのではと危惧する声が上がっている。自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される建設工事は、まず、他の様々な設備に先駆けて滑走路を整備する計画となっており、当初のスケジュールによれば、今年2024年の秋には、完成するものとして開始されていた。この滑走路の完成が、現時点で、2024年秋を目標としてきた計画より遅延するのではないかという声は、工事を請け負う事業者側が、建設業界の人材不足の影響から、予定していた人員数を確保できていないとの見立てから発せられている。これまでの防衛省側の見解では、2024年2月時点で、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその建設工事には、およそ6000名ほどの人員が投入されると説明されていたが、2024年6月末時点で、その数の6割強しか達成されていないためだ。昨今の日本においては、今年2024年早々の能登半島地震発生に伴う復旧工事や、来年2025年に開催予定の大阪万博の会場設備工事等々、日本全体で、こうした工事に従事する現場の人手不足が叫ばれて久しい状況ではある。ことに、能登半島地震発生に伴う復旧工事は、いつ発生するかは、予測の範疇を大きく超えた災害であったことから、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される、その建設工事への影響を事前に想定しておくことが困難だったことは想像に難くない。ただし、個人的には、自衛隊の仮称、馬毛島基地の建設工事は、近年悪化の一途をたどっている日本の安全保障環境を自力で改善しようとする試みの一つであり、なんとか優先順位を上げて取り組んでいただきたいとは感じてしまう。そもそも、自衛隊の仮称、馬毛島基地とは、いかなるものなのかかといえば、まず馬毛島そのものの地理的な位置、環境から振り返って考えてみることが、その重要性を認識する上では、欠かせないポイントになるだろう。馬毛島は鹿児島県の離島群である大隅諸島に含まれる一島であり、大隅諸島とは種子島や屋久島、口の選ぶ島といった島々からなり、この中で馬毛島は種子島の西方海上をおよそ 12km ほどの場所に位置している。このため、行政の区分において馬毛島は種子島の北部の西の表市に属しており、総面積は 8.20km。周囲の海岸線長は 16.5km、標高は最大でも 71.7m しかなく、総じて平坦な地形となっている。馬毛島を含む大隅諸島は、北側に日本の特定海峡である大隅海峡があり、同様の宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、宮古海峡と並ぶ日本の国防上の要所であり、特に近年は南西諸島防衛の上で、重要な意味を持つと考えられる。急激な経済的発展を背景に、軍事力の拡張を続ける中国は、海軍戦力の増強も著しく、それらの艦艇が太平洋方面へと進出するためには、大隅海峡や宮古海峡を通過する必要があるため、この地域の重要性はますます高まっている状況である。自衛隊の仮称、馬毛島基地が同等に完成すれば、中国による、警戒、監視や様々な工作も想定されるが、逆に、日本側も、滑走路の整備により、航空戦力や、港湾の整備によって、海上戦力の拠点とすることが可能となる。現在は、こうした情勢下で、その地理的な位置の重要性も高まっている馬毛島だが、かつて、太平洋戦争時までは、大日本帝国海軍の防空用の監視所が設置されていた程度で、ほぼ無人島の状態が長らく続いていた。
その後、1950年代に入り、馬毛寺、馬毛は、民間人の開拓団が入植を行い、サトウキビの栽培や酪農を行うようになったが、もともと平坦な道東には河川がなかったために、水の確保が容易ではなく、農業や酪農も採算が合わず、1980年には無人島に戻った。これと並行し、1975年には、当時の平和相互銀行が、投機目的で馬毛島を買収したが、それは、高度経済成長の最中である、日本人の余暇の過ごし方を見越し、道東に海洋レジャー施設を建設して、そうした需要を取り込む人があったようだ。ただし、この馬毛島の海洋レジャー計画は、軌道に乗らず実行に移されることはなく、代わりに、こうした民間用の施設としてではなく、日本国が設置、運営する石油備蓄基地の一候補地に名が上がり、そうした官営用途への転用が起訴された。しかし、この石油備蓄基地も、同じ、鹿児島県の志布志湾内に設置されることとなったために馬毛島は捨て置かれたが、1983年には、右翼の人物を通じて、所有者である平和相互銀行に、馬毛島を自衛隊のレーダー施設の用地として国に売却する計画がもたらされた。平和相互銀行は、この話を実現すべく、政界に不正な資金を渡す工作に及んだが、これが馬毛島事件と呼ばれる汚職事件地として発覚してしまい、すでに経営状態が悪化していた同銀行は、これを機に、当時の住友銀行に吸収される形で消えた。一方の馬毛島自体は、平和相互銀行が、その活用を行うために設立した馬毛島開発株式会社が所有していたが、1995年に、東京の立石建設が、やはり、投機目的で、この馬毛島開発株式会社を買収、その後に、会社名をタストンエアポート株式会社へと改めた。馬毛島開発株式会社時代より馬毛島はわずかに、西の表市の所有する部分がある程度で、大半が、同社の所有下にあり、これを引き継いだタストンエアポート株式会社も、具体的な島の開発はほとんど行わず、公的な用途への土地の貸借や売却を狙っていたと思われる。そうした公的な用途としては、宇宙開発の一環としての機体の着陸場、原子力発電所から生じる使用済み核燃料の中間貯蔵を担う施設等への利用が取り沙汰されたが、これらも具体化することはなく、馬毛島は、事実上宙に浮いた状態だった。こうした状況に変化が生じたのが2007年のことで、小笠原諸島の硫黄島に変えて、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際の、その艦載機の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所の候補地として、マスメディアによる報道がなされた。FCLP 空母艦載機着陸訓練とは、入港したアメリカ海軍の航空母艦が出港するにあたり、その空母艦載機の搭乗者が必要とされる資格を回復するために行われる訓練のことで、端的に言えば、搭乗者の技量の維持を図るものと言えるだろう。この FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1973年から青森県の三沢基地、山口県の岩国基地で開始され、1982年以降は、主として神奈川県の厚木基地で実施されていたが、騒音が問題となり、1993年からは、小笠原諸島の硫黄島で行われている。しかし、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に、駐機場所となっている厚木基地から、硫黄島までは、およそ 1200km、また、岩国基地からも、同 1400km と距離があり、アメリカ側から、代替地の確保が要求されてきた。このことから、FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所を馬毛島にできれば、その距離は、岩国基地からであれば、およそ 400km ほどと3分の1以下に短縮が可能であるため、2010年頃より、防衛省浜毛島の活用に、前向きな姿勢であることが明らかとなる。そこから、実際に防衛省国側が馬毛島を購入する至る2019年末までには、タストンウェアポート株式会社の対応にも紆余曲折はあったものの、結果およそ160億円で、馬毛島の買収は決着、
今の仮称、馬毛島基地と呼称される開発へと進んでいる。もともと、在日アメリカ軍の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所として見出された馬毛島ではあるが、現状洋島で実施されている FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1回あたり準備期間も含め1ヶ月程度が、年2回ほどの頻度で行われている状況である。したがって、仮称、馬毛島基地が完成した場合、大半は自衛隊による訓練の拠点としての活用が可能であり、南西諸島の防衛力の強化に向けた大きな力になるものだと、個人的には期待している。